今回はさ、もうね、先にね、ラインナップをね、みんなで見たい。ラインナップを黙ってね、もう、やばいよ。神だよ。もうね、これを超えるラインナップはもう二度と来ないんじゃないかっていうくらい、神ラインナップ、草木ミラコチュのレベルロックスが入れちゃうのか。まさかこんなやばいラインナップ来るなんてな、もう全部当たり、外れ一個もなしで、あのね、これ、多分かぶりも入ってるよね、この量だと。うわ、すごい楽しみ。何かぶってんだろう、パカリス仕事。開けまして、ドゥッドゥー。もうここの、うわー、見て画像。画像だけでやばくない？手乗りフレンズ第6弾にして、もう伝説レジェンド入ったね。まずは、1番の、うわー、見て、うわー、マジかわいい。やべえ、やべえ。レアパードゲッコー。レインウォーダーアルビノエニグマ。このお目目見てめっちゃ可愛くない？なんとね、今回ね、バービーラインナップ、神オブ神オブ神オブ神レジェンドパワー、すごくない？まあ、ヒョウマントカゲモドキがこんだけいるっていうもだけでも熱いんだけどさ、アオチタトカゲとかいんの？あとフクラガイルですよ、アメフクラガイル、あとイエアメガイル、グレイジュ。俺ね、今 YouTube でさ、このカエルのイエアメガイルのさ動画見ると変わって、めちゃくちゃ可愛いの、ほんとに。お前、カエル嫌いっていう人見てほしい。あ、多分カエル大好きになると思う。めちゃくちゃ可愛いの。あーって腕がキュッてする可愛いさ、いいアメガエル。グリーン。いや、この動画ぜひね、みんなカエル嫌いっていう人見てほしい。カエル大好きになるから絶対。で、ツノガエルですよ。マスカットとツノガエル、ストロベリー、そしてエボシカメレオンもいて、最後見て。見た？今の顔。ポポポポポポポ。ウーパールーパーですよ。アホロートレ。マジでか！このラインナップ噛みすぎない？これびっくりしたもん俺。手縫いフリンズの第6弾のラインナップ。今回何来んのかなと思ってネットで見たらさ、もう触れた。見て。あ、かわいい。この箱もコレクションでやらば、これ。箱、これしかもね、あのね、何が最高かっていう、中身がわかるシリーズだから、しかもワンボックス買ってる、あ、つか何被ってたかな、あの、数的にはさ、絶対被るからさ、全部で11種で、あの、この箱に12個入ってるから、被る計算じゃ絶対1個何被ってるかちょっと後で見てみるけど、いやー、なんでもいいよね。どれ被ってもさ、当たりだよね。で、しかもね、ちょ、見てほしいね。これ初めて見る人はびっくりすると思うんだけど、このシリーズね、クオリティがさ、まずはね、あの、ギャムであると。ギャムね。ギャムの、後には、見てこのクオリティ。やばいっしょ。こんなにクオリティ高いの、このシリーズ。びっくりするでしょ。これ、いやまあ、何回も買ってる人はさ、もう分かってんじゃん、クオリティの高さ。ただまあ、いつもの通りクオリティが高いで、この野郎、バカ野郎、これ、この野郎ってなるけど、初めて見た人、ビビらんこれ。うわぁ、すっげぇ、この尻尾太くていいね。この尻尾に栄養をね、溜め込んでるんだよね。ヒョウモントカゲモドキちゃんは。で、ちゃんと目を閉じることができ、このまばたき。レオパード月光、タンジェリンちゃんでありますけど、この濃いね、オレンジ色のボディがすごく可愛いんだよね。ヒョウモントカゲモドキっていろんな柄、いろんな色があるんだけど、俺その中でもこのね、黄色とかあのオレンジ系がすごく好きなんだよね。この丸々太った尻尾がいいんだよね。この丸々太った尻尾。あの、餌食うときね、餌は基本あの、イケエってコオロギ、ちっちゃいコオロギとか、ヨーロッパイエコオロギっていうコオロギをね、あげるんだけどさ、餌入れた瞬間にパッてこう、うんってなって、餌来たんだってね、餌噛みつく瞬間に尻尾を立ててね、こう、シャ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 って振るんだよね。あの、振る瞬間すごい可愛いの。振ってから、ガーって言って、こう。食べるんでね、目閉じて。すごく可愛い。あの瞬間もほんと、あーってなる。めっちゃ可愛いんだよね、餌食う瞬間がね。でもってお次が最後のゲッコです、今回。ダリーン、レオパードゲッコ、スーパーマックスロー。全身白いボディにこの、なんつうの、まだら模様っていうかさ、この、点々が美しいボディだよね。美しいボディ柄。すげえ美しいわー。ささ、あの、白いボディの子、基本的になんかすごい神々しく感じない？白いボディベースの子って。うわ、かわいいね。白いベースに、このまだら模様ですよ。ムニムニしたいね。ムニムニしたいね。かわいいわ。これが今回の月光3連星である。この子ら3体ゲットできるだけで熱いんだわ。今回の手乗りフレンズ。めっちゃかわいいでしょ。このクオリティの高さ。しかし、ここで、まだまだ終わらないっつうね。続くからね。これシークレットのいいような気がするよね。
これハテナにしといて青字だとこでシークレットかみたいな、あの土の子のさね、正体だって言われてるユーモア的な要素もあるし、シークレットふさわしいよね。誰かがこう逃した青字だこのトカゲが土の子って言われてるんじゃないかって。いやまあ見た目ちょっと似てるんだよね、胴長短足のさ、すごい手足が短くて、で名前の通り舌が青いんだよね。でこの青い舌で敵を威嚇するっていう、でもさ可愛くて威嚇なんだけどね、これめちゃめちゃ可愛い。この青舌がちゃんと青いね。確かにさこう見るとさ土の子っぽいよな。一時期すげえなんか土の子の正体はこいつだみたいな感じでさね、もてはやされてたよねこいつ青じたトカゲかわいいね、マジ土の子みたいだね。で青じたトカゲ、この青い人で敵に威嚇をするらしいのだが、かわいすぎてさ、もうよし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 やりたくなるな。青じたトカゲのラインナップほんと嬉しいわ。ではもうあのかなりでかくなるからね、60cm、 最大で70センチだったから、かなりでかいよね70センチってね。そこまででかくなる、この大トカゲって言ってもいいぐらいのデカさだよね。青いし、いや舌綺麗だな。青じたトカゲ、ブルーハワイ食った後のさ、あのベロみたいに青くなってる、すごい綺麗だよね。そしたら次がナンバー、いや可愛いナンバーファイブのアメフクラゲ、見てこの餅のようなボディ、超可愛くない、フクラガエル。このあの多分カエルの中でねナンバーワンじゃないかな、癒し系萌えレベルナンバーワンって言ってもいいぐらい可愛い、このアメフクラガエルのボディ。それがね手のひらフレンズで俺は飼育したことないんだけど、動画でさめっちゃあの家アメガエルが一番見てるから、でもそれと同じぐらい見てるアメフクラ、めちゃくちゃ可愛いよね飼育動画。すごいリアルに作る、見てこの可愛すぎないこのボディ。これあのワイルド野生生活でさ、これなんでこんなフォルムになったんだと、こんなフォルムで野生生きていけるのかってぐらいの、これでアメフクラカエルって当てられたらかなりマニアだね。アメフクラ、まあ模様でわかるかもしれないけど、いい色と大抵わかんないと、まあこう見たらわかるけどね、アメフクラはカエルなんかの生物だ。いや可愛いね、めちゃくちゃ可愛いわこれ。アメフクラガエルもラインナップしてるって激アツだよね。お風呂場でも遊べるもんね、これね。お風呂場で、ね。お風呂に持ってってね、こうやって遊んだりもできるよね。みんなお腹にね、穴開いてるからさ、こういうシリーズのさ、フィギュアいいところってさ、お風呂場でこう、遊べるのがいいよな。風呂場で。ただ入ってるだけじゃ暇じゃん。で、こうフィギュア入れてさ、見ながら入るって、いや、いいね。幸せだよね。めっちゃ可愛かったわ、アメフクラガエル。で、あの、地中性でほぼね、あの、表面には出てこないらしいんだけど、まあこんなフォルムしてるからね、地表に出てきたらすぐ狙われそうな、あの動きも乗ろそうだしね、跳ねることもあんましないんだって基本的に。で、ほんとカエルって、まあカエルなんだけど、カエルとは思えないようなフォルムと生態というか動きだよね。やっぱカエルはさ、地表にでさ、ぴょん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 跳ね回ってるのがカエルって感じがするけど、まあいろんなカエルいるからね、水の中でずっと暮らすカエルもいれば、こう土の中でこう潜ってるカエルもいるのか。いや、可愛かったなぁ。これはすげえ、アメフクラガエル。もう一個欲しいね、これね。あ、そう、ダブってんのなんだろう、これ。ダブってんのこの子だったわ。2番、2番。なんか中途半端な番号被ってるね。みんなこれワンボックスで買った人いる？みんなもうこれ被ってた？ 2 番の子。タンジェリンの月光。レオパード月光、ヒョウモントカゲモドキ。みんな同じなんかな？たまたまかな？これアメフクラガエルダブルとかでも、まあ、この子でも全然俺オッケーだけど。でもってよ、次が、来たわ、俺の大好きなカエル。今一番好きなカエルかも。イエアメガエル。グレージュ。で、イエアメガエルはね、もう、あの、このダブル。ダブルでイエアメガエルがいまして、ダビー。かわいいな、色もすごい綺麗だよね、この子らね、色。マジ触っても触ったことないんだよな。すごい気持ち良さそうな色、あの、体表面の感じ、プリプリ。ネバネバ、ぐちぐちしてそうな感じ、すごいね、触ってみたい、フォルミーしてんだよね。色合いといいさ、あの、湿ってるか、あの、皮膚、すげえ触ってみて、どんな感じなのか。気持ち良さそうなんだよ、すごいね、ダダーン。きたー。しかも似てるね、なんかパッと見の質感ね。うお、すごいいい感じ。超可愛くない？ご飯食うときすっごい早いんだよね。この前足一つ使って、こう、口の中にガバーって入れる感じがすごい可愛くて。餌こうやってチラチラって、なんか団子みたいな餌が来るんだけどさ、こうやって。ね。飼い主さんがこう、近づけるじゃん。そしたら、
今までぼーっとしてたのに、いきなり、あーってこう、もやし使ってこう、口でこう、うーって、ピースでぶち込んでね、食べるんだよね。その食べるさが一生懸命ですごい可愛いんだよね。そしてお次も2体続く。うわー、ツノガエルもか、このツノガエルのさ、このお目目見て。マスカッティと、お目目ホットカイウストロベリー。ツノガエルちゃんも可愛いね、やっぱね。なんか、アメフクラガエルみたい。丸いから。すごいなんか似てる感じがする。マスカットとストロベリーのダブルツノガエルね。これも、ダブルでラインナップしておりましたと。ラッキーだよね。いいアメガエルもダブルで入ってたし、ツノガエルもダブルで、あの、ツノトカゲってやつがいてさ、ツノトカゲ目から血出すじゃん。で、この子らもなんか勝手に俺脳内でさ、目から血出すって感じがしてたんだけど、あの、この子ら目から血出さないよね。ツノトカゲだよね。ツノトカゲってやつが目から血出すんだよね。すごい間違ってたんだよね。俺、このカエルたちって目から血出すよな、みたいな。ツノトカゲの方なんだけど、本当は。最高の並びですな。最高の並び、もう言うことないね。もうここで終わってもいいレベルだもん。ただまだ終わりではないという奇跡ぐらいこのレベルアックス、ガイリチのガイリチのガイリチのパワーなんだよね。やばくない？まずは10番のエボシカメレオン、ダディーでしょ？そして、とどめの一撃、ウーパールーパーアオロートね。これ、いやでもエボシカメレオンずるいわ。このラインナップは。この並びでいきなりカメレオン入ってくんだよ。すごくない？この並びでいきなりカメレオン入ってくんだよ。うひょーやばすぎんな、これ。手乗りフレンズ史上最強のラインナップ来たわ。もう最強、今回もうこれ超えるラインナップ来るかな、この先。いや、これはやばい。まあ、来るか。あいつらとか来たらさ、来るよな。いや、でもこれ当分超えらんないぞ。これはもう無理だろ。すげえ、うわぁ、めっちゃこの、鱗感。たまらんね。カメレオンの体表面をリアルに再現している。あと、お目目ね、クリ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 回るこのお目目。あと、特徴的なこのね、前足の形ね。こういう前足の形が、ほら、特徴的な。かわいいなぁ。エボシカメレオンもラインナップしている。ほんとこれ、当分超えらんないぞ、このラインナップ。まあ、カブトムシ、クワタ、タガメ、ゲンゴロウ、ヘラクレス、オオカブト、オオサショウみたいな感じのさ、あの、熱いラインナップ来たらちょっとわかんないけど、すごいいいね。これはかわいい。で、エボチカメレオンの次に、来ましたと。ラスボスですよ、もう、とどめの一撃。ウーパールーパーである。これが、今回の全11種ね。激アツ、これは文句のつけるところがないわ。もうクオリティも高いしね、ほんとこのシリーズね。クオリティも高いし、ラインナップも最強、ギャムであると。そして、アホロートルであると。うわ、来た、ウーパールーパー。すげえ。しかも、ウーパールーパーだけちょっとクリアボディっつうか、透けてるボディになってるね。めっちゃ可愛いじゃん。最後のとどめがこのワンツーフィニッシュっていうのがほんとずるいよね。めちゃくちゃ可愛いわ、エボシカメリオンからのさ。アホロートルという、このウーパールーパーっていうとどめの刺し方。ちなみにこのウーパールーパーってあの正式名称みんな知ってる。これメキシコサラマンダーって言うんだよね。和名がメキシコサンショウウオってことで、すごいね、あの、可愛い名前だよね。メキシコサラマンダー。しかもね、こいつらあの、この、見てわかるとさ、このエラあるでしょ。この大人、普通サンショウウオってさ、あれじゃん、あの、このエラなくなるじゃん、大人になったら。でもこの子らはあの、幼鶏成熟だっけな。幼鶏成熟って言って、子供の姿のまま大人になるっていう、すごい面白いよね。ただあの、水星から陸星へ行ってさらなる進化、あの、変態を遂げたね、最終形態に、これまあ大人の姿じゃないから、さらなるね、こう上に行ったやつネットで見たことあるんだけどさ、まあ、もちろんね、この、エラの部分がなくなってて、真っ黒いもんでなんか、ちょっと気持ち悪かったんだよね。だからアホロートな子供は幼鶏成熟。このままでいいような気が、でもなんか陸生への第一歩としてね、ああいうボディにもなれるんだって考えたらすごいよね。エラがなくなって、真っ黒いボディでなんか、毛のなくなった生物みたいな感じでちょっと気持ち悪かったんだけど、最高に可愛かったね。今回の手乗りフレーズ、ほんと最強のラインナップだったわ。これを超えるラインナップは難しいと思うな。次回の第7弾。どんなラインナップ来るのかすごい楽しみだね。ということで今回は手乗りフレンズ第6弾のね、開封レビュー動画でした。みんなもぜひゲットして、これも全種コンプするしかないよ。だから、ワンボックスで買うのが一番いいと思うな。ワンボックスで買ったら確実に揃うはずだから、揃うよね、これワンボックスでね。絶対ワンボックスで揃わないってことはないと思うから、
ワンボックスで買った方がいいと思いますということで、俺あとね、このウーパールーパーとフクラガイルと青じたトカゲ、青じたもね、ちょっと欲しいね、2個は欲しいなと思っている。あとイエアメガイルもあれば、ちょっと単品でね、これネットで買ったんだけど、ワンボックスで、ちょっとお店行って単品でゲットしてこようかなと思っておりますと、絶対これ2個欲しいよね、間違いなくね。このウーパールーパー絶対可愛いもん、2個並べたら。ウーパールーパーまた買おうかな。いやー、買いたい。10年ぐらい前にね、飼育してたんだけどさ、死んじゃった時のあの悲しみがね、どうしても忘れらんなきゃ、ちょっと今でも思い出しちゃう。ちょっとだけできる、めっちゃ元気だったの。いきなり死んだんだよね。いきなりこうやってひっくり返ってたの、こうやってもう目を疑ってよ、俺は。いやー、あの時のなんか悲しい思い出す、ちょっと買うの。まあ、でもそんなこと言ったら何も買えないもんな。ウーパールーパー買いたいなよ、やっぱ。ちょ、ウーパールーパー買おうかな。ちょ、買ったら動画でみんなに紹介しようかな。名前つけたいしね、名前ちょっと動画で、ね、名前つける。いや、なんて名前しようかな。ちょ、めっちゃ快適。でも死んだらきつい。生き物ってさ、飼うの楽しいけど、死んだ時辛いよね、マジでね。立ち直るのにすげえ、あれはもうパワー使うからな。こんな可愛い子はな。まあ、いつか死ぬけどね、ペットはしょうがないっちゃしょうがないんだけど、なんか辛いからな、ちょっと。いや、でも飼いたいね。こう、おもちゃ、手乗りフレンズ見たらめっちゃ買いたくなった。また本物見たいね。水槽でこう見るの楽しいよね。ジュース飲みながらね。クラガリとかもな、めっちゃ飼育してみたいよね。でも、もう死んだら泣くとこじゃないね。いや、これはダメージが半端ねえだろうな。